私はわさび、今日結婚しました。はあ、これからはもう働かなくて済むんだ。専業主婦最高と思っていたけど、どうしよう、結婚する人間違えちゃったかも。私はわさび、今日結婚しました。テツさん、これからもよろしくね。大友、テツさんは高級取り、おかげで私は専業主婦を満喫している。はあ、これからはもう働かなくて済むんだ。専業主婦最高。わっさーさー、この空ってモノチューバー面白い。昼間からモノチューブ見れるなんて結婚してよかったわさと思っていたけど、最近テツさんの様子がおかしい。ただいま。あなた、お帰りわさい。ご飯できてるわさよ。風呂は？まだお風呂は入れてないけど。前に言ったじゃん、ご飯の前に風呂派だって。舌打ちされた。確かに家事は得意な方ではないし、お風呂を忘れていたのはごめんだけど、あとなんなら結婚前に少し持ったまであるけど、私掃除とか料理とかわさびおろすのとか得意です。それにしてもテツさん厳しくない？結婚したら男性は性格が変わるって聞くから、そういうものだと思ってあまり気にしないようにしていた。しかし旦那はそんな生わさしいものではなかった。おいわさび、なんだこれ、味噌汁熱すぎだろ、やけどさせる気か。作りたてがいいって言ったじゃん。翌日、おいわさび、なんだこれ、味噌汁ぬるすぎだろ、シンプルまずいわ。昨日と全く同じわさ、セリフだけ違うわさ。おい早くしろよ。俺がソファーで手を出したらリモコン持ってこいよ。雑誌が悪いな。どうしよう、結婚する人間違えちゃったかも。なるほどね、そんなことが。お姉ちゃん信じてくれるの？話を聞いてる限り私もテツさんは変だと思うし、こんだけ連日深夜まで愚痴られたら嘘をついてるとは思わないでしょう。ありがとうお姉ちゃん。そもそもだけどさ、離婚する気はないの？すぐ離婚したらやっぱ周りの目とか気になるし、すぐ仕事に就けるかもわからないしね。なんだかんだテツさんお金あるし。これが一番の理由でしょ。行く。まあ事情は分かったわ。今度の休日にでもテツさんに電話してみる。お姉ちゃんお願いね。はい、もしもし。テツさん今大丈夫ですか？アラシちゃんどうしたの？わさびから聞いたんですが。まあわさびには本当に申し訳ないと思ってるよ。仕事が忙しいせいでつい小さなことで怒ってしまって。仕事が大変なのはわかりますけど、わさびのことは大切にしてください。うん、僕も変われるよう頑張るよ。やけに素直、逆に不気味ね。とりあえずまずはこれで様子を見ましょう。おいわさび、まっしゃ、お前何やってんだ。家事ができないのはお前の問題だろ。他の人を巻き込んで俺を悪者にするってどういうことだ。変わってないところかエスカレート。俺が働いてきているんだから、お前は家事ができて当然だろ。違うのか。これは何を言っても逆切れするやつだ。この日からテツさんはさらにひどくなった。ただいま。おかえって、ちょっと何何。よっと、ソファーずらしてる。おい、ソファーの下にホコリがあんじゃねえか。テツさん普通そんなところまで。俺は気にするんだよ。すぐ掃除しとけ。ったく。あ、お風呂沸いてるわさよ。今日は先に飯の気分だ。先に風呂はじゃなかったかい。待てよ、もうお風呂が入れてあるってことか。そうだけど。ぶっざけんなよ。飯食ってる間に風呂が冷めるんだからガス代無駄になるだろ。先にお風呂入りたいってあなたが言うから。口答えするな。俺が稼いできた金なんだぞ。はん、あんたは水出しっぱじゃんか。悔しい。私こそ文句が山ほどあるけど、離婚したとしても仕事先があるかわかんないし、デカ専業主婦がいいし、私の方がどうしても不利。ここは耐えるしか。わさび大丈夫かな。あれから全然連絡よこさないし、用事のついででここまで来ちゃったけど。わさび？わさび大丈夫なの？お姉ちゃん！一体何が？うけ、カラシちゃん！テツさん、あなた！俺たち夫婦の問題に首突っ込んでくんなよな！あれが正体か。わさび何があったの？ご飯がまずいって言われた！もう家事なんかしたくないわさよ！そういえばわさび、料理苦手だったわね。
おやおや、あれ普通に、いやかなり美味しい。口の中で広がる肉の旨味と香りが私の食欲を刺激している。わさびこれ美味しいよ。あなたいつの間に。わさ、鉄さんを見返そうと頑張ってたんだけど、でも全然鉄さん美味しいって言ってくれないから下手なんだと。わさび、実は今日来たのはあなたに提案したいことがあったからなの。提案？実は、手流れ、うまくいけば鉄さんと離れられるけど、根気と時間がいるわさ。乗ったわさ、その作戦！あなたのために私も一緒に頑張るけど、想像以上に大変よ。わさしね、感じも嫌いだけど、負けたまんまってのはもっと嫌いなのよ！うん、よく知ってる。こうしてお姉ちゃんとある計画を始めた。そして月日が流れたある日。くっそ、上司だからって許せんだよ。いいじゃねえか、ちょっとぐらい資料に不備があったって。ああ、ムカつくムカつく。今日もわさびをサンドバッグにしてわさばらしをしてやるぜ。それぐらいしかあいつの使い道ねえからな。ただいまって、お前何してんの、荷物なんかまとめて。何って、掃除をしているのよ。あなたとの関係をきれいさっぱりにするための掃除をね。はあ、離婚しましょう。もうあなたとはやっていけないわさ。離婚した後、お前みたいなどんくさいジャミジャミボイスのやつが再就職うまくいくと。何が言いたいの。まさかとは思うけど、お前前に始めた家事代行のパートで生きていけると思ってんのか。ちょ、お前月にいくら使ってるのか分かってんの。離婚はやめとけって。そんなんじゃ食ってもいけねえよ。まああなたなら気づかないでしょうね。からし、荷物取りに来たわよ。サンキュー。テツさん、わさびはちゃんと稼いでいるわよ。あなたの倍以上も。はあ、そんなわけ。家事代行の経験を生かして副業してるのよ。モナチューブ SNS 公営活動、やれることを全部やったわさ。まさか家事をしながらそんな時間は。私も手伝ってるのよ。本業の動画編集のスキルがこんな形で役立つなんてね。こんなわさわさうるさい生き物そうそういないし、モナチューブと相性良くて助かったわ。褒めてないでしょ、姉ちゃん。そこが気に入られて人気のソラさんとコラボできてバズったんじゃない。やはり私の目に狂いはなかったわ。バカな、わさびがそんな根気のいることできるわけ。私も正直驚いたわ。でもちゃんと料理も美味しくなってるし。え、それに気づかないってことは、てつさん、ひょっとして味音痴。けが、やっぱりわさびと結婚を決めたのも、わさびが家事が得意と言ったのを聞いて自分が楽できると思ったからでしょ。それの何が悪い。家事が得意って嘘をついたのはわさびだろ。たとえそうだとしても、わさびは努力で嘘を本当にしたわ。あなたはその妻の努力や献身を無視して文句を言っては怒鳴り散らしたのよ。慰謝料はきっちりいただくわ。慰謝料だと。わさびすまなかった。本当はご飯美味しかったよ。投げつけておいて。仕事のストレスがちょっと爆発しただけなんだ。だから慰謝料は勘弁してくれ。答えはノーよ。いやー、こうしてテツとワサシは離婚。料理はもちろん、家事スキルゼロのテツはゴミも捨てられないらしく、ゴミがたまり異臭騒ぎになっていて、マンションからも追い出されると噂で聞いた。それにしてもわさびよく頑張れたわね。ああ、もちろん最初は家事なんて嫌いだったよ。だから負けてたまるかって頑張ってたけど、お姉ちゃんやフォローしてくれる人たちに励まされて、いつの間にか家事が楽しくなってた。わさし、働くのが嫌だったんじゃなくて、楽しいことで働きたかったのね。わさびらしいわね。ブランド品もたくさん買えるし、超最高って感じ。うん、わさびらしいわね。さて、この散財癖をどうしたものか。